今週最も再生された曲トップ後、トレンドの最先端をつかめ、ヘッドホン、ナンバーアンダーラインアイの INZM が今週も1位、その魅力に迫る、タエクルーの V アンダーラインフレンズが2位にランクイン、友情の力強さが心に響く、最近、音楽のトレンドやリリースは非常にダイナミックで、常に変化しています。 この1週間で最も再生された曲を見てみると、その多様性と影響力は一目瞭然です。特に、デジタルプラットフォームの成長とソーシャルメディアの力を背景に、どの曲が多く再生されるかは、リスナーのコミュニティの影響力やアーティストとの個人的なつながりが大きく作用しています。まず、この週のトップ後の楽曲は、アットマーク・プリディクティット・グループによって提供されています。 これらの楽曲は世界中で大ヒットし、リスナーの心を掴んでいます。今回は、特に印象的なアーティストたちにスポットライトを当てて、彼らの作品がなぜこれほどまでにリスナーを魅了しているのか、その理由に迫ってみましょう。1 INZM アットマークナンバーアンダーラインアイアンダーラインスタッフ。トップに輝いたのは、INZM。この楽曲は、 アーティストナンバーアンダーラインアイによって制作された新しいトラックで音楽界に衝撃を与えました。この曲が多くのリスナーに愛されている理由は、リズム感あふれるビートとキャッチーなメロディーが耳に残る点です。歌詞も深みがあり、現代社会に対するメッセージが込められています。特に若者の間で大ヒットしており、日々のストレスや葛藤に共感する層に強く支持されています。この楽曲は、 ソーシャルメディアで急速に拡散され、多くの人々にシェアされています。短期間でこれほどの人気を集める背景には、SNS 上でのバイラル効果が大きいと考えられます。また、ファンコミュニティが積極的に楽曲をプロモとトしている点も見逃せません。この現象は今後も続くでしょう。ナンバーアンダーライン愛は、 ここ数年間にわたり国内外の音楽チャートで常にトップを占める存在となってきました。その成功は偶然ではなく、平野翔、岩優太、神宮寺優太というメンバーそれぞれの努力、才能、そして情熱が結実した結果です。彼らはその独自の魅力と音楽性で、ファンだけでなく業界の注目も一心に集め続けています。SNS では常に彼らの新曲やパフォーマンスが話題となり、 その評価も高く、多くのファンが彼らの輝かしい未来を信じ、応援しています。2 v u n d e r l i n e f r e a n d s h a s h t a y c r e w 続いて、2位にランクインしたのは v u n d e r l i n e f r e n d この曲は、HASHTAGTYCREW がリリースした最新のヒットソングで、特にファンベースの強さが特徴です。HASHTAGTYCREW タタは常にユニークなサウンドと深いメッセージを兼ね備えた楽曲を提供しており、 今回の v アンダーラインフレンズも例外ではありません。友情や絆をテーマにしたこの曲は、多くの人々に感動を与えています。興味深いのは、リリース直後からこの曲がすぐに多くの再生数を記録し、特にライブパフォーマンスでも大人げとなっている点です。この成功の背景には、ファン同士の強い絆とアーティストの熱意があると言えるでしょう。3TGI フライデーナイト アットマーーラビスジャパン,アン,ダーライン CR 次に3位にランクインしたのは、アットマーク・トラビス・ジャパン・アンダーライン・ CR の TGI ・フライデー・ナイト。この曲は、楽しい週末の始まりを象徴するようなアップテンポなナンバーで、多くの人々に、週末モードへの切り替えを感じさせる力を持っています。特に、軽快なリズムとリリックが心地よく、仕事や学校からの開放感を演出します。 この曲がヒットしている背景には、リスナーが週末のリラックスタイムを楽しむためのテーマソングとして活用されていることが考えられます。Spotify や Apple Music のような音楽ストリーミングサービスでのプレイリストに頻繁に登場しており、その影響力は確実に広がっています。4:MeHow You アットマーク・ポイソン9114位の MeHow You はアットマーク・ポイソン911が手掛けたエモーショナルな一曲です。 この曲は、愛と葛藤をテーマにしたもので、リスナーに感情的なつながりを提供しています。歌詞は心の奥底にある感情を掘り下げ、シンプルながらも強力なメッセージを持っています。特に恋愛や人間関係に悩むリスナーにとって、この曲は一種の、共感の歌として支持されています。さらに、この曲は TikTok でのダンスチャレンジやリップシンク動画でも広まり、若い世代に特に人気です。 SNS を通じた楽曲の拡散は、現代の音楽業界において非常に重要であり、アットマーク・ポイーソン911もその波にうまく乗っています。5・セブン・ジャンコーク・フィート、ラ・ットウ、そして5位にランクインしたのは、BTS のジャンコクによる、セブン。この曲は、ジャンコクがソロアーティストとしてのキャリアを確立するための一歩として注目を浴びており、 アメリカのラッパーラトーとのコラボレーションがさらに魅力を引き立てています。セブンは、軽快なリズムと魅惑的なメロディーラインが特徴で、世界中で大ヒットしています。このコラボレーションは、異なるジャンルの音楽を融合させる新たな試みとして注目されており、k p o p の枠を超えてグローバルな人気を誇っています。この曲は、BTS ファンのみならず、一般の音楽ファンからも支持され、 Spotify のグローバルチャートにも長期間ランクインしています。今回のトップ後にランクインした楽曲は、それぞれ異なるジャンルやテーマを持ちながらも、共通してリスナーの心を捉えています。特に、ソーシャルメディアの力が大きく、ファンコミュニティが楽曲の成功に大きな役割を果たしている点は、現代の音楽シーンの特徴と言えるでしょう。さらに、これらの曲がヒットしている理由の一つには、リスナーが楽曲に、 共感できる要素がが多いといととうことが挙げられます日常の出来事や感情に寄り添う歌詞やメロディーは、多くの人々にとって心の支えとなっているのです。音楽はただ聴くだけではなく、個人の生活や感情に深く根付いた存在です。今回のランキングは、その影響力を改めて感じさせるものであり、これからも新しい楽曲がどのようにリスナーを魅了していくのかが楽しみです。 ナンバーアンダーライン愛の成功を語る上で、まず平野翔の存在を無視することはできません。彼はその表現力豊かなボーカルで、楽曲に深みを与える役割を果たしています。特に彼の声は感情を伝える力が強く、歌詞に込められた思いを聴衆に直接伝えることができるのです。彼のステージ上での圧倒的なカリスマ性も、ファンを引きつける大きな要因です。平野は音楽だけでなく、 俳優としてのキャリアも順調に進んでおり、その多彩さがグループ全体の魅力をさらに引き立てています。彼が表現する内面的な感情と外面的なカリスマ性のバランスが、ナンバーアンダーライン愛の音楽をより豊かにしています。ガン・ユータは、その堅実なリーダーシップと卓越したダンスパフォーマンスでグループの屋台骨を支えています。騎士のダンスは、術的に洗練されているだけでなく、 視覚的な美しさや感情表現が際立っています。彼の動きは曲のリズムと一体化し、観客に強いインパクトを与えます。また、彼はチーム内での調和を保つ役割を果たしており、メンバー間の信頼関係を築く上で重要な存在です。騎士のリーダーシップがあったからこそ、ナンバーアンダーライン愛は数々のチャレンジを乗り越えてきました。神宮寺雄太は、 彼の多彩さとクリエイティブな才能でナンバーアンダーライン愛の音楽に新しい風を吹き込んでいます。作詞・作曲に積極的に関わり、その斬新なアイデアで楽曲をより個性的なものにしています。彼の音楽的な才能は、グループの楽曲が単なるポップソングにとどまらず、アートとしての深みを持つ要因となっています。また、神宮寺は多方面で活躍しており、ファッションやアートとのコラボレーションを通じて、 グループのイメージをより洗練されたものに押し上げています。彼の想像力は、グループの成長にとって欠かせない要素となっています。ナンバーアンダーライン愛が連続して国内外の音楽チャートでトップを飾る要因は、単に彼らの音楽的才能にとどまらず、その真摯な姿勢と努力にあります。彼らは常に新しい挑戦を求め、音楽業界での地位を確立し続けてきました。最新のチャート、 リスウィークスハッシュタグモストプレードソングスでは、彼らの楽曲 INZM が堂々の1位にランクインし、その圧倒的な人気を再確認させる結果となりました。SNS でもファンからの熱狂的な反応が見られ、彼らの音楽がいかに多くの人々に影響を与えているかが明らかです。